従前の森古墳は、福井県三方上中群若狭町天徳寺にある古墳。形状は、前方公園墳。上中古墳群を構成する古墳の一つ。福井県指定史跡に指定され、出土品は、福井県指定有形文化財に指定されている。福井県南西部、若狭地方中央部において、北川左岩の天徳寺山麓の扇状地に、築造された古墳である。 北側流域で、若さの主張母系譜を形成する上中古墳群のうち、中間の天徳寺古墳群に属し、一帯には本古墳のほか丸山塚古墳、上、高野古墳などが分布する。墳急南側には、国道27号が通過するほか、これまでに土取りなどの破壊による変形を受けている。考古学的には1954年、 1994から1995年などに発掘調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を正方に向ける。噴球は二段蓄成。噴球表面では不規意し、筒藤派輪が認められ、噴球の北側首レブには作りでの存在可能性が指摘される。また、噴球周囲には修光が巡らされており、 南西部では溝を渡る立橋が確認されたほか、周公外延部では、埴輪の存在可能性が指摘される。主体部の埋葬施設は、公園部、前方部それぞれにおいて、横穴式石室が設けられ、石室内からは、多数の副葬品が検出されている。この従前の森古墳は、6世紀初頭頃の築造と推定される。若さの主張簿としては、 中塚古墳に皇族し、上仙塚古墳に先立つ時期に位置づけられる。被葬者は明らかでないが、脇袋古墳群から続く、上中古墳群は、若狭国像の柏での一族の主張母群と考えられており、本古墳もその一つと想定される。若狭湾沿岸は、有明海沿岸と、並びかや山、くださ山の送信具、近藤製品が集中する地域として知られるが、 本古墳にも出土品には、かや系の近藤製物和の捕獲だら系の近藤生館、リアトンボ玉が見られ、当時の若さの王と朝鮮半島との交流を示す例として注目される古墳になる。古墳域は1978年に福井県指定史跡に指定されたほか、出土品も同年に福井県指定有形文化財に指定されている。古墳の規模は次の通り、 主体部の埋葬施設は公園部、前方部において各一基の横穴式石室とする。そのうち公園部の石室は北部九州系の様相を示すもので、平面的には左肩袖型とし南方に開口する。規模は次の通り。原室内には石色顔料が塗布され、床面は河原石のつぶて床とする。1五十四年の調査ではこの石室内から、 多数の副装品が検出され、これらは福井県指定有形文化財に指定されているほか、1994から1995年の石室内再調査でも朝鮮半島色の強い遺物数点が検出されている。前方部の石室は横穴式小石室が埋め込まれたもので、後世の築造と推測される。平面的には右肩袖型とし、壁面には同様に 赤色顔料の塗布が認められる。福井県指定有形文化財、従前の森古墳出土品の内容。ありがとうございます。